リップ塗ります。リップを塗ります。こんばんは、こんばんは、こんばんは。もしやのもしや、なんか電波が悪そうな気もしてないこともないので、もし悪そうだったら教えてください。電波は大丈夫そうかな。こんばんは、こんばんは、いっぱいこんばんは、こんばんはです、こんばんは。ちょっと今日はね、配信する予定なかったんだけど、昨日の時点ではそんなかったんだけど、今日なんかやれそうだったのでやってみました。東京マラソン家の近く走るので応援行きたいが時間が読めないのが恐怖とね、なんかね GPS みたいなのついてるらしい、伊藤さんに。そうだから伊藤さんなんか GPS みたいに つけて走るらしいから、なんかみんなが敵になんかわかるらしい、自分がミキがどこの位置にいるか。あ、電波良さそうだって、よかった。え、ね、今日寒いよね、ちょっと心配なレベルに寒いんだけど。寒い寒い寒い。え、 GPS って言わない？位置情報。え、一緒の意味だよね、一緒の意味だよね。名古屋ウィメンズマラソンに出場するかと思った、東京マラソンに出場でびっくりしましたね。だからそれ本当にね、みんなもそうだったと思う。自分も正直東京マラソンに出ると思ってなかったし、まあ、いつかウィメンズに出れたらみたいな気持ちはあったんだけど、まさか飛び級の飛び級で出ちゃいます。愛知から、愛知から出てしまいます。東京一周してきます。はい、ね、寒いよね今日、びっくり、本当に本当にびっくりです。君賞味期限いつ？君は4月大丈夫だね、君は大丈夫として、君たちアウト。君たちアウトなんよ、君たちアウトなので、ちょっとね考えましょうね。はい、だからストーリー、インスタのストーリーとかを見て、なんかミキちゃんウィメンズ走るのみたいなものは、ものというかメッセージは結構来てたんだけど、東京マラソンもしかして走るはなかったね、さすがに。まあ自分もね、みんな側だったらね、そう思わないし。大丈夫かな、本当に天気だけが一生心配すぎて、天気のことがずっと一生頭の中にあります。どうやったら GPS 見れるんだろう。なんかね、アプリだったっけな、なんだったっけな、ミキよりみんなの方が詳しそう。ちょっと猫回収するね、昨日の猫出しっぱだから。なんかね、アプリだった気がするんだよね、詳しい方いる？ミキより。アプリだった気がするよ。でもメトロのサイトで目標タイムで予想通過時間と場所が調べられる。へえ。でもね、一応走る前までにはちゃんとみんなに、ミキの目標タイムをみんなに伝える予定ではあるので、もう少々お待ちを。もう少々お待ちをです。ちょっとまだ伝えれてないですけど、多分もしかしたら明日伝えるかもしれないので、みんな明日ドキドキしといてください。もしかしたら明日伝えるかも、かもかもかもしれない。
夜ご飯食べました。夜ご飯食べた。何時に食べたかな。そう、今日聞いて、あのね、なんか買い物行ったんよ。そのマラソン、東京マラソンに必要なそのものを買いに行ったのね。そう、時計だったりとか。今まで結構スマホ持ちながら走ってたんだけど、ミキ、そう、スマホ持ちながら時間とか上がった音楽聴きながらしてたんだけど、ちょんばんそれができないので時計を買いに行って、あとなんかいろいろまあ服装的なものも買いに行ったんですけど、あのなんと、もうメールでも送ったんだけど、完璧みたいな、大丈夫、これで大丈夫とか送ったんだけど、あのやはり伊藤さん、やっぱりちょっとダメでしてちょっと忘れ物がありまして、買い忘れを急に思いついて、さっきちょっとなえたちょっとなえてしまいました。買い忘れを思いついてしまって悲しい。あったか配信ギフト見逃した、悔しい、でもありがとう。悔しい、あのギフト大好きなのに。思った、なんかさ、ニュースでも結構雪とか見るからさ、ちょっとビビるよねビビるよね。東京マラソン2020のタイムリミットは6時間半以内に完走。あ、あったかいし、ありがとう、大好きこれ、大好き大好き大好き、ありがとう。あったかってなる気持ちが6時半以内にはね走れると思う。ていうか絶対に走る何が何でもそれは絶対に走るけど、今日は走ってないです。あ、そっか、今日雨降ってたんか。なんか今日雨降ったり止んだりだからさ、降ったこと忘れてたわ。確かに今日降ったり止んだりだったね。3日晴れ予報、本当に。もうミキ、毎日知りたいかも。で、毎日一喜一憂したいしたくないけど、もう本当に本当にお願いだから晴れでやってほしい。もう晴れは望まないから、雪も雨降らなければ何もいいから。あと風も NG 風 NG で、風雪雨 NG でお願いします。それね、逆に今晴れでもそうなん、1週間以上から天気予報変わる可能性全然あるから、そうなんだよね。今晴れてても急に前日に雨とかも全然ありえるからね。本当にお願い、もう晴れは望まないから、雨と雪と風だけは NG でお願いします。本当にお願いします、お願いします。みきちゃんはね、雨女なんです。アットマークミキチ入ってるいつから、いつから、絶対さっき入れたでしょ、ちょっとコメントする前に入れとこうみたいな。しかもミキチ初めて見たし、今までミキティアンだったのにあれ糸ミキだ、今まで糸ミキだわ、違うわ、ミキチは初めて見たぞ。糸ミキだったらちょっと文字数的にアウトだからみたいな感じ。鬼滅見てないったら出遅れた。鬼滅やってんの今ミキね。一回鬼滅見てから気持ちじゃない鬼滅についてちょっと興味はあるんだけど、なんか一人で見るあのモチベまでは持っていけてないっていう感じです誰かと見るとかだったら鬼滅見ようって思うけど、最近知ったもん、鬼滅キッズっていう言葉、それまで知らなかった。なんかかっこいいよね、鬼滅キッズ、合ってるよね言葉。ちょっとわかんない、ミキも知りたてほやほやだからあんまわかんないんだけど、
鬼滅キッズかっこいい。降水確率昨日の予報 60% から今みたい 20% どんどん下がって下がって、どんどん下がって下がって、お願い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 。何、最近天気予報変わりやすいんだって。お願い維持しよう、晴れを維持しよう。本当にね、暑いのはね得意なんで本当に任せてくださいって感じなんですけど、寒いのだけはちょっとどうしても苦手さんなので、本当にどちらかに転ぶならば暑い方でお願いします。アイフォロ届いたよ、サインありがとうね。思った、なんかさ早く届いてるらしいね、びっくりなんだけど。あえて発売日とかさ、それこそ前日に届くものだと思ったら、なんかみんな早めに届いた、発注ミスかなみたいな、あの SNS で見たんだけど、そんな感じ、みんなもみんなもそんな感じ。出た、アマプラ、アマプラ羨ましい。ミキもさ最近なんていうの、結構スケジュール的に余裕がなくてドラマとか見れて、あのなんだっけ、君が心をくれたからみたいなやつ、あミキ本当に大好きなドラマで、本当に毎回感動しながら見てたのに見逃しちゃって、なんか先週か先々週の分かで、伊藤さんっても一回見逃したらもう OK なタイプなんよOK というのはもう見れないタイプ、もう一回見逃したらもうなんかもうプチンって切れちゃうタイプだから、あ怒るの切れるじゃない、もう気持ちが切れちゃうタイプだから、そうもう何て言うの、新しい輪を見れないのよ、一個前知らない状態で。だからもうもしかしたら君が心をさもう見れないかもしれないっていう残念な事態が起きてるんですけど、アマプラさんとかそういうすごい素敵な方たちは見れるんですよね、そういう見逃しとかなしでもう本当に悔しい。だってあんな素敵なドラマをさ途中まで見てたのに、もう途中で脱退するんだよ、悔しい。なんかめっちゃ合宿頑張ってきたのに、なんか本番のなんか当日行くまでの道中でなんか転んじゃって試合出れなくなるみたいな感じ、けどもう怪我しちゃったら諦めるしかないじゃん、だから諦めるみたいな、そういう感じ伊藤さん今そういう感じ、悔しいですとっても。まあでも本当に好きなドラマで本当に毎度毎度感動させていただいたので、実はまだ諦めてなくてもう諦める以外理由、あなんか諦める以外ないでしょともかしれないんですけど、諦めてなくてまだ伊藤さん、ちょっと友人とかにちょっと見せてもらおうかなと思ってます、探して見れる人いるってちょっと聞いて根気よく見れるかどうか頑張っていきたいと思うので、ぜひ皆さん5000円の方お願いします本当にちょっと諦められないのでここまで来て、結構いい感じなんですよ今、結構いいところまで見たんで、はい、ちょっと諦められないので、諦めなきゃいけないところまで来たら諦めるんですけど、まだ今友人探しという地点に立ってるので、友人探しの地点全力で駆け抜けたいと思います。はい、鬼滅って映画も上映してね、鬼滅の映画は、あそう鬼滅の映画を初めて見たんよ、なんかアニメか漫画かなんかはあるんだよね常に、わかんないけど、なんかなんだっけ、映画やってる時に偶然見に行って、そうだから
まあでも鬼滅はちょっと映画見てから気持ち気になってるからなんか見たいなと思うけど、そう映画、あでも今さあれなんだっけ、なんか映画やってあれだ、アーニャや、アーニャ、アーニャの映画やってるよね、あれは気持ち気になるってるです推しの子の続きが見たい、それねめっちゃ見たい、ミキも推しの子、でもなんかめちゃめちゃこれ本当にここで終わっていいのみたいなところで終わったのを覚えてるからめちゃめちゃ見たいです推しの子。マラソンファイトってありがとね、とってもありがとうございます。3日の最低気温2度、最高11度、あ結構寒そう結構寒そう、今日と同じぐらいじゃないそれ、今日寒くてびっくりしたんだけど、今日激寒だった。え、これなんて読むの、こんばんは、東京マラソン門前仲町あたり何キロ地点ぐらいなんだろう、し読み方を間違ってそうあ出た、ハイキュー、ね、ハイキュー周りのさお友達がめっちゃ見に出てけど、話したっけミキ、ハイキュー知らなさすぎてバレーのバレー競技すら知らなかったって、ハイキューだからハイキュー水球みたいなテンポ感でミキ水球だと思ってたんよ、私はまさかのバレーだったっていう、引っ掛けられました引っ掛けられたんですけどね、配給なんかすごい泣けるし熱いみたいな聞いたけど、本当にそれぐらいの知識量っていうほどの知識も何もなすすぎて何も言えないんですけど、主人公も知らないから言われたら分かりそう、この人とかいるよとか言われたら、あそれが配給だったのねとかなりそうだけど、本当に何も知らないから。けど最近映画モチベがすごいんですよ、そう早く3月ね映画見に行きたいなと思ってるぐらい映画見に行きたくてそう映画モチベがすごい、かっこ一人映画そう、で一人で映画見に行くのにちょっと楽しさを覚えまして、そう一人映画、あんまこれ言うと全然じゃんって思われるんだけど月一で行きたいなって思ってる、それ全然ハマってないよみたいな思われると思うんだけど、人それぞれねペースもありますしちょっとスケジュールもあるのでじゃ あれなんですけど、月一で一人映画行きたいなって思ってます、はい、まあ、週一行けたらベストなんですけどね、週一行けたのがベストなんですけど、はい、ちょっとやっぱりねいろいろスケジュールもありますから月一で行けるのがベストかなと思ってます、はい。の初見さんも見に来てくれてありがとうございます。門前仲町、ミキなんて呼んだかもう覚えてないわあ仕事終わってきましたって、おつぴだよ、今日金曜日、でも今日祝日だよね一応、今日世の中は3連休らしい、今日電車乗ったんだけどさミキね、電車の女性優先乗るとき唯一曜日を感じる曜日感覚を感じる瞬間は女性優先列車車両に乗る時だけ、あの時だけ曜日を感じるね、あと金曜日はさすがに坂歩いてたら分かるわ、あ今日花金っぽいなみたいな人のにぎわってる感じと人の多さで、あ今日金曜日なんやなみたいな感じが分かると、女性優先乗った時に男性いらっしゃったら、あ今日土日祝日ねみたいな感じ、唯一だね曜日感じる瞬間、なんか時間割とかないからさ、もう学生じゃないから、そう時間割でだいたい曜日とかさ感じると思うんだけど、生きてて結構
体育ある日が好きだったな、ミキは。体育ある曜日はルンルンだったな、本当に。体育と、あとあれ、なんか授業っぽくない授業があるとき、道徳とか。とか、あとなんだろうな、授業数が短い日とかは好きだったな。ただただ勉強したくない人みたいになっちゃう。見たい映画ある、ね、間違ってなければサイレントラブみたいなやつ。あれ泣けそうじゃない？多分ね、映画に求めるのはね、感動系なんよ今最近。最近多分感動系の映画を求めてるので、あれ感動しそうなので見に行ってみたいなって思ってる。映画の時はポップコーンね、一人じゃなかったら食べたい。一人の時は何もいらん。一人の時はもう何もいらないです、はい、誰かと一緒ってなったらなんか食べたり飲んだりしたいなと思うけど、一人の時は何もなんか欲しいって思わないね。もう本当に座ってるだけでいいし、むしろなんか開演時間とさ同時に始まんないじゃん映画って。だから開演と同時2分1分ぐらい前に入るかな。開演と同時にやっぱさ、なんか暗くなっちゃうじゃん。暗い中ちょっと行くとあれなんで危ないから、その暗くなる 1,2 分前に入るのがベスト、自分的には。女性優先車両はね、そう平日のみだから、土日と祝日はね男性も OK。 え、今日さ制服の目昼公演でびっくりした。なんかツイッター X か見てたらさ、開演間もなくみたいな動画が上がって、え待って待って今何時みたいな、あ昼みたいな、昼にやってたんかと思って、えその時もびっくりしたわ。え今日金曜日の土平日に昼やっちゃうんだって思ったら祝日だった、今日。今日祝日だった。あ確かに公演の開演時間が17時だとね休日感じるわ。確かに。もう最近の金曜日の晩ご飯カレーはねなくなってきてるね。もう高校生まではね結構そのあれがあったんだけど、やっぱお仕事をするようになってから毎日ねお家で夜ご飯食べるっていうことがなくなったので、公演の日はね公演のお弁当食べるし、夜遅くまで自主練してたらコンビニで済ますしっていうのがあって、その金曜日カレー法則はねだいぶ薄まってきた。映画 4DX 好きだからなるべく 4DX で見て、え、でも 4DX あんまなくない？ミキ、マリオが最初で最後なんだけど。けど本当に、マリオ、面白すぎて、4DX の。あんな、本当に申し訳ないぐらい声出して笑った映画初めてだから、ミキは、あれ、ミキね、同じものを2回見れない人なの。ドラマもアニメも映画も何でもそうなんだけど。マリオ見れるかも、4DX なら。ほぼアトラクション、ほぼユニバー、あれは。本当に。今ねネイルね最先端行ってるんですよ。いや伝わりにくいかも、わかるかな。マグネットハートって言ってハートがね動くんよ、大きくなったり小さくなったり。あでもわかんないかもこれね。あーわかる、この感じ、ハートが大きくなったり小さくなったりすんの。そうこれマグネットハートって言うんだけど、あこれわかりそう。あーこれ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 すごくない、これすごくない、マグネットハート。これ今最先端行ってます。早くストーリー乗っけたいんだけど、乗っけたいんだけど、なんていうの、なんかちゃんとした服を最近着てなくて、ちゃんとした服となんかちゃんとした背景を最近見てないので、そう
なんか撮ってないんだけど、今最先端ネイルのトレンドのネイルを伊藤さん言ってますそう、めっちゃ可愛くない？しかもやっぱり自分の気合の入る紫をやりました。ちょっとマラソンもあるので、マラソンネイルではないんですけど今やりたいネイルかける自分が落ち着く、自分が気合の入る色ということで紫で、はい、なんか全部詰まってるって感じ好きも詰まってるし、やる気も詰まってるネイルって感じ。あ、トレンドも全部詰まってる全部詰まってるネイルです。お気に入りです。あ、図工嫌いだったミキ。本当に美術系のセンスなくて、なんか脳みそも動かないし手も動かないから、本当になんかふてくされてる時間だった図工本当にやだミキ。浅草の方とか走ったらもうお腹空いちゃいそう、食べ物のこと考えて。あ、そう、今日もねグレーのカラコンしてます。ちょ、最近ねちょっと切れてまして、グレーのカラコンしか使ってないです。普段使ってるやつがねちょっと切れちゃったので。あ、ホラー映画は7億%無理ですホラー映画は本当に無理です。予告も見るの好きなの、映画館で予告見るのも好きなんだけど、なんかさ、急になんか突発性の、ミキ突発性あるもの苦手なんだよそう、急にブワーみたいな、結構なんか驚かせたり系とかもさあるわけじゃん、たまに。ちょっとね、あれは本当に心臓に悪いね。けど予告好きだから予告は見たいんだよね。あとやっぱり映画館来た感覚を味わうためにノーモア映画泥棒もう絶対見たいあのこれカメラマンみたいなやつ、ピルなんかノーモア映画泥棒わーわーわーみたいな、あれを見た瞬間も映画館来たって感じになるから、あれも見たいので。それが見れれるような時間にも入るかな。え、思った、今月3連休前もあったよね。思った、え、また3連休と思ったんだよね。え、最近あれも食べたい、ココイチ食べたい。多分ね、カレー食べたいんだろうね。若者チアも食べたいしカレー食べたいんだと思う。ね、ハリーポッターの最上映とファン旅、何ファン旅って、音程合ってるファン旅とコナン 4DX みたい。あ、ミキね、コナンもね好きだよ、好きだし嫌いじゃないんだけど、ちょっとビビリの伊藤さんからするとコナンってちょっと怖いって感じてしまうところがありまして、あ、まず犯人が真っ黒じゃないですか。で、犯人の声ってうわーみたいな、結構なんか怖いエフェクトみたいな声かかってるじゃん、めっちゃ低い、そう、感じがちょっと苦手でして。コナン好きなの、コナン好きだし、毎週土曜日ね18時か18時半か忘れたけど結構見てたんよ、小さい時見てたんだけど、その犯人だけがどうしても怖くて、あと一応事件ものじゃん、だからなんか結構怖くて個人的には怖くて、見れる時と見れない時がありましたね。だからコナンをミキ大画面で見ると結構ドキドキしちゃうかも、怖くてでもハリーポッターね、どうだろう、ハリーポッター全く見たことがないから気になるっちゃ気になるけど、知らなくても見れる、楽しめるものなのかな、ハリーポッターって。どうなんだろう、あのユニバのハリーポッターは乗ったことある、すごい近いよねすごい近くてなんかすごいよね、すごいなって思う。ハリーポッターの乗り物の思い出はミキと、ミクル、シズ、ミオで4人で乗って、多分4人乗りだったんかな、ちょうど全員で手か腕か組んでキャーとか言って乗ったのが思い出めっちゃ可愛くない？想像してよ、あの4人の乗り物にさ、みんなでこうやって手か腕かつないでみんなでキラキラ言ってみて思い出ですね。みんなお仕事お疲れ様です。本日も
そう、予告でホラーを流すときは一回なんか入れよ、文字で予告ホラー行きます、ダメな人は目を閉じましょうとか耳をちょっと塞ぎましょうと入れた方がいい。絶対本当に結構やられるし、結構映画って音大きめじゃん、やられる。しかもなんか、え待ってこれホラーなのみたいな、えこれホラーだった、え待って待って気づかんかったみたいな感じで急にホラー来る時もあるじゃん。その点、えその展開だったみたいな時もあるから、結構びっくりする。ファンタスティックビースト、え、わかんない、なになに、わかんない、初めて聞いたかも。ミッションココイチね、何からわかんない、普通、普通です。でも昔本当に小学校とかは普通が辛いって思ってて、甘辛甘口食べてた。もう今では考えられない甘口にしてたのが、何が辛かったんだろうって感じ。本当に今は普通、なんか特に何も足したりとかせず普通の食べてますけど、昔は本当に、あ、量も少なくしてたし、なんか甘口にしてたし、なんかいろいろ優しくしてたね。でも最近ね、えパリパリチキン PPC っていうのめっちゃかっこいいやん。かっこいい、なんかなんかの暗号みたいな、かっこいいね。やっぱ PPC いいね、今度使うわ、覚えてたら。野菜カレーをずっと食べてて、でもそれはお姉ちゃんが食べてたから真似してたっていう、あの妹あるある、何も知らない妹はすぐお姉ちゃんの真似をして生きてきてたんで、野菜カレーをずっと食べてきてたけど、指原莉乃さんが YouTube かなんかね、なんか豚しゃぶカレーに納豆みたいな、納豆インみたいな、あとチーズとかだったかな、なんか入れてるの見て、そっから野菜カレーじゃないものに目が行くようになった。それまでは本当に野菜カレー以外本当に視界に全くなくて、まあ、メニュー表すらいらないみたいな感じの、本当になんかどこぞのお得意様みたいな感じで、野菜カレー甘口で何グラムでみたいな感じだったんだけど、最近はもう悩みに悩みまくる。そのなんだっけ、コンサートのリハの時にたまにココイチとか差し入れっていうかお昼いただいたりするんですけど、その時にもなんかたまにね、本当にたまに、ミキが4年間だよね、好き4年間いて2回ぐらいしか出たことないからちょっとあれなんですけど、そう、その時も絶対今までの自分だったらパリパリチキンしか取ってなかっただろうけど、あ違う違う、野菜カレー一択だったけど、最近はもう悩みに悩むし、トッピングも何しようか何しようかとか、チーズも入れたいし納豆も入れたいしとか、やばい、そんなにしゃべってたらめっちゃココイチ行きたくなってきた。でもなんか辛さ足してみたいかも今度。あ、本当だね。ティリリリティリリリリリっていう TikTok 撮ったんですよ。リカとミオと3人で事務所走り回ったので、まあ、廊下は走るもんじゃないって習ったんですけど、それを大裏切りして、あの事務所の廊下をめちゃめちゃ大走りして、あのすごいコナンの BGM 使って、あのマジで意味わかんない TikTok 撮ったので、よかったらちょっと遡るかもしれないけど見てみてください。よくわかんなすぎるけど最初は、多分いつの間にか笑えてくると思うので、よかったら TikTok チーム K2 SK48 チーム K2 でちょっと検索引っ掛けていただいて、あの意味わかんなくて途中から結構笑えてくるから、その最初意味わかんないと思う、本当に1回じゃわかんないと思うんだけど、あの面白さ、あの 2,3 回、まあ、4,5 回とか見てくると結構面白さ伝わると思うから、ちょっと見てみてください。え、コナン月曜日の19時？嘘、なんで？ミキめっちゃ土曜日なんだけど、放送地域？これ地域問題？ガチ？今度のコナンの舞台は函館、五稜郭、懐かしい、なんかめっちゃ社会って感じ。あ、それ言うね、映画見てからユニバのトロクション乗るともっと楽しめるよ。そうだよね、やっぱ知識あった方がね、何でも楽しいんだろうね。あ、でも知識なくてもあんだけ楽しめるユニバー素敵、すごいです。バタービールね、飲んだ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 
飲んだ気がする。飲んだぞ、飲んだ。結構バターだった覚えがある。アルコールは入れてないはず、年齢的に。うん、バターの味結構したなっていう覚えがある。炭酸もあるよね確か。その炭酸飲んだ気がする。え、ココイチでハヤシライスあんの？それは初知り。美味しそう。なのにみんな結構好きそう、ハヤシライス。美味しそう、美味しそう。やっぱ給食でしかみハヤシライス食べた記憶ないからな。もういいな、美味しそう。ココイチ1週間いけそう。トッピングほうれん草も美味しそうだな。え、最近待って、ギフタンめっちゃ行きたくて、ギフタンめっちゃ行きたくて本当にギフタンめっちゃ行きたくて、めっちゃ行きたいんですけどめっちゃ行きたいんですけど、あのギフタン。でも本当にギフタンの良くないところって、あの車ないといけない。本当にこれはね、免許ない人からしたら本当に結構壁で、本当に、はい、本当にギフタン行きたいです本当に本当にギフタンが行きたいです。あ、ドラえもんは金曜日のイメージある。うん、土曜日、うん、ドラえもんしんちゃんはね、ちゃんちゃんの連続で金曜日だった気がする。金田一はちょっと見たことないかも。なんかスペシャルとかでしか。いや待って、本当にギフタン行きたすぎて涙出そう本当にギフタン行きたいわ。ギフタン行きたいです、本当にギフタン行きたい。あ、分かった分かった分かった、いいこと思いついた。なんかさ、あとあれなんよ、最近なんかコンビニとかどっかしらでさ、自転車借りたりできるじゃん。あれって本当に誰でも借りれるの？誰でも本当になんか車の免許とかなくても自転車って借りれる？あれと、あれの自転車とか借りてさ、みおちゃんはギフタン食べたことないんだよね。え、リカもないっけ。3人でさ、自転車借りてさ、ギフタンまで自転車とかどう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 、よくない？そしたら車なくても行けるよね。え、お金かかる？あ、さすがにかかるかさすがにかかるか、借りてるんだもんね。いくらぐらいすんだろう、全然知らんわ、使ったことなさすぎて。確かにタクシーで行ったら安いか、3人で割ればいいんだもんね。ギフタンのおにぎりとかあんの、めっちゃ気になる、美味しそう。え、会員登録とかあるんだ。あ、出た、そう、デラチャリみたいなやつ。1回乗るにつき100円200円で済むの？自転車。しかも結構やっぱさ、普通に生きててさ、あんま自転車漕いでる姿をさ見たり見せたりすることないじゃん。だからなんかおもろそうリカとかなんか自転車おもろそうおもろそうだな。ミオタもリカも想像つかんもん、自転車漕いでんの。なんかミキは想像つくやん、なんとなくだけど、わかんない、なんでかわかんないけど、自分のことだからかえ、電動なの？デラチャリみたいなやつ。あ、待って、聞いたことある、カプサイメン聞いたことあるぞ。聞いたことあるけど、なんだっけ、聞いたことあるぞ。いや、おもろいな、自転車こいでることなんか想像したら、なんかおもろいなだって普通にさ、やっぱこの年齢で出会ったらもうお互い自転車こぎ合うこと見ることないじゃん、普通に来てたら。もう歩くか電車かじゃん。
し、歩きと電車だけでやっぱここまで生きてこれてるから、4年間一緒に共にできてるから、そんななんか急になんか5年目とかでなんか自転車ミスなんか漕いでる姿見せてなんかおもろいよね、絶対笑っちゃうと思う。ミキ最後乗りたいもん。ミキね、やっぱ自転車早いよ、漕ぐの早い早い、やっぱ自転車通学してたんで高校の時、プロです。あのミキの目標は毎日の高校の足を一回もつかずに高校に行くことが毎日日々の目標だったので、信号には絶対引っかからないで、足も絶対につかないっていうのが毎日目標の中こいでたので、はい、プロです。あ、でも全然達成できたことある。でも結構達成できてるから記憶ない、むしろあんまりいろいろ。でもこの前その道を歩いたんよ、歩く機会があって歩いたんだけど、なんかすごい微笑ましい気持ちになった。うわー、ここあの子と喋りながらここで自転車したなとか、あー、ここで何分だったら結構やばかったなとかいろいろ思い出して、なんか楽しんで歩いて帰りました。この道ここ曲がるとき結構危ないんだよなとか、ここ急に車来るからな怖いんだよねとか、いろいろ思い出したり、ここ風当たり強いよなとか青春してましたね。でもね、立ちこぎはね好きじゃなかったね立ちこぎなんでだろうね、なんでか分かんないけど立ちこぎ好きじゃなくて、うん、立ってこいだこと基本ないかも、なんでだろうね、分かんない、なんでか分かんないけど立ちこぎ好きじゃないわ、理由はないけどが嫌だったのか分かんないけど立ちこぎ好きじゃなくて立ちこぎしてなかったな。今もしないもんね、まあ、今はそんなに自転車乗ることないんですけど、自転車って急になんか乗りたくならん漕ぎたくならん。坂道ね、あ、そもそもミキね坂道めっちゃ苦手だったわ、それも思い出した。あの本当に地元にあるような坂ってさ、やっぱ地元民だから慣れるじゃん、普通慣れるだろうけど、本当に伊藤さんって本当に慣れなくて、坂道本当に筋力がなくて、一生その坂道全員に、誰とそこの坂道乗っても誰なんか全員に置いてかれる坂道がありまして、でも伊藤さん負けじとまずギア一番低くして軽くして、絶対に足はつくことなく耐えてました。その隣車道なんだけど、絶対見られてた自信あるっていうぐらい本当にスローペースで、でもギア下げてやると、ギア下げるから逆にダメなんじゃないとかいろいろ言われたりとかしてましたでもさすがに坂道は立ちこぎしてたな。自転車もね紫の時代あったよ、本当にずっと紫好きだからね、紫の時代あった、水色の、あ、何の時代もあったかな、水色紫、いやでも高校が紫だったかな、黒と紫しか記憶ない黒と紫だけで生きていけるか2台で、まあ、ない、黒と紫しか記憶ないけど、最初の自転車緑がいい、よかったよ、なんかフルーツバスケットみたいなフルーツバスケットみたいな、めっちゃ可愛い、もうその時の女の子はみんな憧れるであろうみたいな
緑のフルーツバスケットっていうね、すごいよく覚えてるでしょ、その自転車の名前なんだけど、社名みたいな。そのフルーツバスケットっていう、まあ緑で、まあ、フルーツがいっぱい書いてあったんかな。その自転車がめっちゃ欲しくて可愛くて、そう、それが一番初めに欲しいと思った自転車なんだけど、やっぱ人気なんですよそれね、フルーツバスケット緑特に。から断念して黒を買った記憶があって、でもその黒がやっぱ黒って本当に日に当たるとえらいこっちゃなるんよ。もうだから夏の乗るとき毎回やけどやけど、あつ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 って、本当にたこ焼きになるんじゃないかっていうぐらい本当に毎回毎回暑くて、そっから黒はもう一生買わないって誓った記憶があるね。から最初黒買って、その後多分ね色物いったと思う、絶対水色かな、なんだろう、多分黒水色紫の順番かな。小中高で多分買ったと思うから、ダメだ、あんま記憶覚えてないわ。でも黒と紫だけは角で覚えてる。ロードマンは知らんな。白も可愛いよね。自転車の補助輪はね、いつだったかな、小学校の時はもうつけたが、幼稚園のどっかしらで外したと思う。うん、自転車で悩んだ記憶はないけど、全然乗れないですとかないけど、お姉ちゃんかな、お姉ちゃんが自分か忘れたけど、なんかあのすいません、思い出して、あ多分ミキじゃないわ、じゃあ痛みが、痛みじゃなくて笑いが出てきたので、お姉ちゃんですわ。用水路、なんか水がない用水路、あなぜかと言いますと、あの目をつぶって多分こいでたんですね、あの方は、あお姉様、お姉様多分目つぶって自転車こいでたんでしょうね。で、あの水の流れてない用水路に落ちはまりっていう絵が今見えたので、多分ミキじゃないですねあれは。痛そうでした、とっても。本当にちっちゃい子ってようわからんことするよね、なんで目つぶるんみたいななんで目つぶって自転車乗るみたいな、普通に危ないやろって思うよね。水のない用水路、確かになんかのカップリング曲でありそう最近なんかカップリング曲でありそうなタイトルのタイトル思いつくの得意かも。このなんかもあったんだよね。本当になんか無謀だよね、ちっちゃい子って。あー手放しで自転車乗ったりはね、結構いたわ、いたいた。すごいよね、思いつくことがすごいよね。まず出たマウンテンバイク、なんかテレビ番組でよくマウンテンバイクプレゼントっていうマウンテンバイクでしょ。どういうのかいまいちわからないけどテレビでなんかショッピングなんとかとかでよく話してるやつがマウンテンバイクだね。あれも流行ってたわ。ダメだ、カマキリ、カマキリ、こういうこういうこういう手こういう手、カマキリ流行ってたね。ミキはカマキリは通らなかったですね。でもちょっと憧れはあったけど、普通に楽そうやん、こうこういうやつより。こうえカマキリ流行らんかった、流行ってない。キョノクカワチネタありがとう、ロゼミューズさんです。あ見えないね、あれ見えない、ジアンロゼミューズさんです。大大大好きな、結構リアルに黒の方も欲しくなっていてやばっちいですけど今月はもう買わないです。来月もし
もしマラソン頑張ったね、東京マラソン頑張ったねって自分で思えたならもしかしたら勝ってるかも知れないです。小声で言っておきます。もし勝ってもよく頑張ったからねって言ってください。嘘、カマキリ全然うちらの時代もあったよ。でももうこれは後悔しない。もしマラソン終わった後に売り切れてたとしても、あ、そういう運命なんだねって思うです。さすがに買いすぎだから、さすがに買いすぎなので節約節約と言って。いや本当にジャージはいくらあってもいいですから。本当に困らんです、何着あっても。むしろ可愛いのが増える分だけテンションも上がります。いや本当におしゃれジャージお気に召しすぎてる、本当に大お気に召してる。乾燥したらリカミオからご褒美もらおう。何くれるかな。もらう前提、何くれると思う。何くれるかな。あ、ご褒美っていうものだと何でも嬉しいですよ。待ってます、リカちゃんミオちゃんご褒美待ってます。絶対に完走するのでお願いします。あ、ご飯おごってくれるでも全然嬉しいです。はい、お仕事戻りますって、お仕事ファイツです、見に来てくれてありがとうね。あ、リカの手作り料理、あ、でもそれはご褒美じゃなくて普通に作ってほしい。普通に作ってほしい。リカの卵焼きが本当に大好きなので、卵焼きっていうのかな、あれ卵焼きかな、卵焼きね。リカの卵焼きを食べにお泊まりに行きたいです。乾燥したら会いに行かなきゃ。言ったぞ。浅草といえば人形焼き、人形焼きね、この前聞いたわ、覚えました。あ、だし巻き卵、え、すごい、なんでわかんの、食べたことある。ちょっと待って、理科のだし巻き卵食べたことあるってこと、なんで知ってんの。え、なんで知ってんの、これは見られた。見られた、理科ん家で食べてんの。東京マラソン応援するなら何キロあたりがいいですか。30キロとかやっぱしんどいところがいいんかな、どうなんだろう、しんどそうなあたり。しんどそうなあたりにみんながいてくれたらもう絶対フル回復できる自信ある。タコパしたい、タコパもしたい。いや乾燥しなくても行きたいんだけどね。あ、言ったぞ。東海で下町エリアを走った感想を聞くの楽しみです。そのまま記憶があることを願おう。走った後って本当に記憶ないこと多いんだよね。本当に。そう、それがちょっと怖いけど。頑張って。記憶、生きて帰ってくるね。最後の方の、勝どき橋?なんか、見たことない文字がいっぱいだ。さっきから、名所が。勝どき橋、勝どき橋、なんだろう、しんどそうなところに紫さえたくさんいるという、いやもうそれはもう踊っちゃう、嬉しすぎて絶対無理。もう本当に嬉しすぎる。それは乾燥したらプロポーズしに行きます。お、言ったぞ。東京マラソン応援行きたいけれど仕事、魂だけ現地会、現地参戦、嬉しいね。しかもね、急遽だもんね、結構急遽に発表しちゃったので。そう、でもね、一番頑張って最短でお届けできたお知らせだったので、あの場が本当に発表できるってなってむしろ発表したので、
いろいろね、ちょっと申請とかもありまして遅くなっちゃったんですけど。30キロ地点に生誕地の集団がいたりしてめっちゃ見ちゃう。いや本当にそんな余裕があればいいな、自分に。めっちゃ見れる余裕が。東京タワーとか景色楽しんでいる余裕があることになる。本当に本当にね、本当にミキもそう信じたい。できれば余裕でフィニッシュしたいもん。余裕でわーみたいな、めっちゃ両手とか上げちゃってゴールしたい。あと9日か、一桁になった。ドキドキだぜ30キロ付近から行こうかな。嬉しい、本当に。ぜひ、紫ペンライトなので私は何かしらアピールしてくれたら喜びますどうとんぼり、どうとんぼりやってる。大阪やんね。3月3まで毎日ミキちゃんの感想をお祈りします。嬉しい。毎日ミキの音考えてくれるってことでしょう。嬉しい、全部嬉しい東京タワーとスカイツリーの違い感じて、さすがにミンでもね分かるけど感じてくるわ。うん、ありがとうね分かったよ。9日か、一桁なんだ、怖いわ。どうしよう、なんか体縮こまるんだけど緊張してなんか体縮こまる。いや、あんまさ、人生においては緊張する場面ってやっぱそんなないですよ。けどさすがに緊張するかも。けど本番は緊張しないかも。なんかもういつの間にか、ああスタートみたいになってそう。なんかドタバタしてそう、わかんないけど。けども今ってさ、やっぱ考える時間こうやってあるわけじゃん。そうなるとドキドキしちゃう。場所によっては3回通過するとこある。ガチ3回も見ちゃうの、同じ場所。マラソンなくても毎日ミキちゃんのこと考えてますよ、締めなの。嬉しい、テンション上げ上げやないかい。日比谷通りの芝生公園、違うな、日比谷通りの芝生公園前、合ってる。神社にもお参り行かなきゃ、無事乾燥機が。嬉しい、優しいね。でーでー芝公園、風いらんかったみたい。芝公園でー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 でまずはね、絶対に無事に乾燥してきます、怪我なく。芝公園から東京タワー綺麗に見える。おえー、芝公園知らんな、初めて聞いたわ。それね、本当にそうなの。参加者多すぎてスタートしてからスタートライン通過するまでめちゃ時間かかりそう。だから多分用意バーンって聞こえるやん、ん、あ、世の中スタートしたのねみたいな感じになりそう。ミキはもうちょっと後かなみたいな。ミキちゃんのこと毎日考えてるの当たり前すぎて、そんなに喜んでくれるのむしろいくら。本当に嬉しい、本当に嬉しい。毎日考えてくれるのめっちゃ嬉しい。多分みんなが思ってる700倍以上喜んでるよ、ミキね、快晴の東京走れたら最高よ。スタートラインから数十分までくるそう、もう数十分で何キロ走れるんって話だよね。むしろ毎日考えてないと思われたの。考えてくれてるの、めっちゃ嬉しいんだけど。嬉しい、そう思っただけでも嬉しい。
ぜひ続けてね点々多すぎた、続けてね。なんか3月3日って絶対晴れればいいのにねなんかもうそういうなんか天気調整できたらいいのに、ね、だって自分たちだってなって体調とかさコンディションとかさ整えに行ってるわけだからさ、なんか天気だって調整してくれたらいいのに天気も調整してよね、調整してくれるのかな。俺もミキちゃんのこと考えるの続ける、言ったぞ言ったぞ言ったぞ、2番目とか3番目とかじゃダメだからなそうだよ、3月3日ひな祭りなの、地味に地味にひな祭りなんです。もうマラソンのことで頭いっぱいいっぱいですけど、地味に3月3日ひな祭りなんです。当日の髪型もち決まってるよ、普通に結ぶ普通に結ぶ、一つでくくります。毎日ミシャのこと考えすぎるとか余裕すぎて、イエーイやったやった。天気調整します、お願いします、頼みましたよ本当に。もうこっちもう本当に3月3日に向けてめっちゃ調整してるんで、お願いします天気さんも、本当にお互いウィンウィンでいきましょう調整しましょう、お互いいい気持ちでね迎えましょう3月3日。晴れてって毎日祈ります、ありがとうミキも祈る、もう鬱陶しいぐらい祈ろう本当にお願い、祈りすぎたらちょっと逆なこと起きるか、大丈夫かな。ギフトもたくさんありがとうね、みんなコメントももちろんだしありがとうございます。テルテルボーイズを作ってみんなを想像したら愛おしくてたまらんですミキちゃん持ってるから大丈夫だ、確かにこういう時にね、こういう時にだよね、こういう時に発揮するのが伊藤美希だよね、そうだよね、本当に運だけで生きてきたとしても過言ではないぐらい運だけで生きてきたのでわあ、ひつまぶし食べたいな、めっちゃ食べたい、うわひつまぶし食べたいなひつまぶし食べたらなんか元気になりそうじゃない、元気今元気じゃないみたいだけどめっちゃ元気になりそう、ひつまぶし食べたら、ひつまぶしいいな。前日雨なの怖いよね、ずれたりするのが、やめましょうやめましょうとか、ずれたりするのはやめましょう、晴れでいきましょう。みきね、あんま人生で胃もたれたことしたことなくて、まあ、胃もたれの感覚わかんないんですよね。マラソン個人、うわでもどうだろうね、暑いと寒いの、暑すぎてもね脱水しそうだし、寒すぎるのは普通に苦手だしどうなんだろう。感想のご褒美ギフタンって、でもギフタンって東京にあるの、ギフタンって岐阜にしかないイメージだけど、どうなんだろう。
あ、静岡にもあるんだ。東京にはなさそうだよね、さすがに岐阜タン。乾燥したら浜松のうなぎご掃除、ご掃除ごちそうしますね。ありがとうございます。うなぎいいな、美味しそう。うなぎ食べたいけど、うなぎでめっちゃ夏のイメージあるんだよね。ランニングとかに最適なシューズ、どのメーカーかわかんないけど、伊藤さんはアシックス履いてます。すご、もう10時になるわ。早い、あっという間に10時。早いです。じゃあそろそろカラオケ配信ちょっと歌って終わろうかな。何歌か決めてないけど何歌か決めてないけど、ちょっとだけ歌って終わろうかな。お、いっぱいハートありがとう。何どうかな。あ、これにしよう。乃木坂さん歌います。今話したい誰かがいる、歌います。誰かと一緒にいると僕は僕じゃない。小さい頃からブランコが好きで、水槽に乗っている時はただ相手に合わせた。気づけば君はいつの間にか僕のすぐ近くにいるのに、僕は僕らしくそう普通でいられるのはなぜだろう。それが恋と知ってしまったなら、こんな自然に話せなくなるよ。だから僕たちは似たもの同士、気の合う友達だと思ってる。目の前にはいつもヒントがあり、紛れもない過去の答えがある。諦めるなら一人でいいけど、夢を見るなら君と一緒がいい。話したい誰かがいるって幸せだ。リンゴを剥くとき、母親の指先が全て切ってしまいそうで、嫌いと嘘ついた。何も欲しいと言わなければ永遠に傷つかずに済む。僕は何回かそのかさぶたを見て学んだ。望まない、これが恋と知ってしまったんだ。一本のコーラ二人飲んでから、急に僕たちはドキドキとして
ことを失うのが怖い。片思いなら黙っていればいい。両思いなら気づかなければいい。話したい誰かがいるっていいもんだ。僕の部屋片隅で漫画読んでる君とだったら恋と知ってしまったならこんな自然に話せなくなるよ。だから僕たちは似た者同士、気の合う友達だと思ってる。目の前にはいつもヒントがあり、紛れもない過去の答えがある。諦めるなら一人でいいけど、夢を見るなら君と一緒がいい。話したい誰かがいるって幸せだ。ここ酒さっき映画の話してたから、その映画つながりでこの曲にしました。いっぱいバチバチありがとうございます。給水します。いっぱいバチバチありがとうございます。次 AKB さんにしようかな。 AKB さんで最後にしよっと。じゃん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 。あ、電波が悪そう。何しようかな。なって懐かしい。結構ね最近歌ってないけど、これめっちゃ好きなんだよね、この曲。あのね、宮脇さくらさんが歌ってらっしゃる彼女っていう曲すごい好きで、最近歌ってなかったけど、いや歌えるかな最近歌ってないからちょっと不安だけど、好きな曲だから歌うね。
パチパチいっぱいありがとうございます。ます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 終了ありがとうございますです。じゃあ本日こそちょっと次の配信が読めないところなんですけど、ちょっと明日はできないので、明後日も多分できないと思うので、ちょっと3連休はね今日が最後かなと思うんですけど、ちょっと本当にね次いつ配信できるか分かんないけど、まあ、前日には最悪するのではい、また連絡します、メールかなんかで。今日も無事完走、イエーイ。楽しい3連休の始まりありがとうございました。こちらこそありがとうございます。そう、ちょっとマラソンに向けての調整をねいろいろしていくのでね、地味に2日連続ショールームだった。ありがとう。まあ、またショールームできる時になったら連絡させていただきます。本日はショールーム終わってヨーグルト食べて、ちょっとインスタ更新してお風呂入って筋膜ローラーで足ちゃんと休めて寝て早起きして頑張るほいではスクショタイムをしてします。オッケー、ありがとうございます。本日も見に来てくれてとってもありがとうございます。ほいでは、寒いのでね、ちょっと本当に寒いよね今日。あったかくして寝てね、お風呂浸かるんだよ。じゃまたね、おやすみメールも送るね、バイビー、またね、おやすみおやすみおやすみ、バイビー。おお、ギフトもいっぱいありがとうね、コメントもいっぱいありがとう、長い間見てくれてありがとう、バイビー、おやすみ、ありがとうありがとう、いっぱいありがとうね、ありがとう、おやすみ。みんなもお仕事とかね学校とかファイトだよ、バイビーありがとう。